2016年ロシア国防省津 -154 墜落事故は2016年12月25日にロシアのソチ国際空港を離陸しシリアの不明未ム空軍基地へ向かったロシア国防省の津 -154 が国会に墜落した事故である。同期には乗客84人と乗員8人が同乗していた。残骸が国会沿岸から約1 5トル沖の水深。 50から70メートルの場所で発見された。1983年に初飛行して、以来、墜落するまでの飛行時間は、約7000時間であった。ロシアの国防省の自己サイトが公開する、ズロシア西部の墜落地点現地時間5時27分に、つマイナス154が、措置を離陸。そちには、燃料補給のために立ち寄っていた。離陸からわずか2分後に、 海岸から1 5キロメートル離れた国海に墜落。残骸は水深5 0ルから7 0ルのところで発見。乗員乗客92名全員が死亡した。搭乗者92人のうち64人はロシア軍所属の楽団アレクサンドロフアンサンブルのメンバーであり、指揮者のバレリー・ハリロフも含まれていた。アレクサンドロフアンサンブルはシリアラ滝ア付近にある。 ロシア軍の不明未無空軍基地で新年コンサートを行う予定であった。また、ロシア人の人道支援者、エリザベータ・グリンカや、ロシア国防省文化管理課のアントン・グバンコフ課長、兵士8人、ジャーナリスト9人、文官2人も登場していた。墜落後、直ちに、ロシア連邦捜査委員会が、原因究明のため刑事事件を起こした。 12月27日までにコックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーが回収され、分析のためモスクワに送られた。12月28日までには18体の遺体が海から引き上げられ、12月29日には他の2台のレコーダーのデータをバックアップしている3台目のレコーダーが見つかった。テープは変形していたものの、部分的に解析ができる可能性があった。ある。 ロシアの関係者は、機械的、または人的ミスの可能性に焦点を当てつつ、事故原因として、テロの可能性を軽視していた。墜落後、ロシアの津 -154 は全て飛行停止となった。墜落前にソチの沿岸部沿いの監視カメラに明るい、閃光が映っていた。目撃者は、機体が上昇中に、トラブルが発生したように見え、 その後180度に旋回しながら海に墜落したと証言している。12月27日、ロシアの調査官が航空機のフラップが墜落の原因になったと考えていることがインタファクス通信の発表で明らかになった。またライフ、RU ニュースによると、パイロットの最後の言葉は、コマンダー、We are going down であると言われていたが、公式の情報ではなかった。 12月29日、ロシアの飛行安全サービスは、コックピットボイスレコーダーを解析した結果、飛行中に爆発は起こっていなかったと発表した。1月16日、航空事故調査の民間機関である国家間、航空委員会が調査に参加すると発表した。1月19日、インターファクス通信によると、つまい154の残骸を探していたところ、水中から、 レンドリース法契約の間アメリカから提供されていた A-20 爆撃機が見つかったと発表した。2017年5月31日、ロシアのコメルさんとはパイロットが空間式失調に陥った可能性があったと主張。フライトデータによるとパイロットは機体が急激に上昇していると錯覚してしまったために他の契機をすべて無視した。そのため機体は 急激に降下し海面に激突した。専門家はパイロットが地上にいるとき、すでに体調が悪く、滑走路に入るのにも苦労したと言った。この事故による犠牲者を追悼するために、12月25日、ウラジーミルプーチン大統領は、翌12月26日を国全体で、福物の日とする旨を表明した。12月26日、この事故を受けて日本は、 安倍晋三内閣総理大臣から、プーチン大統領宛て及び岸田文雄、外務大臣から、ラブルフ外相宛てに、調位メッセージを発出した。ありがとうございます。